こんにちは、マスヤです。今日は、今の時期におすすめのネックウェア、ストールやマフラーなどコーディネートを交えてご紹介します。デイリーニュースをご覧いただいている方にはおなじみかもしれませんけど、僕が時々首元に巻いている、これ最近の、ベルベットとシルクのコンビストールですね。これあったかいですね。でもう一つはウールとコットンのコンビマフラー、形は一緒でクラバットタイプ、ちょっとこういうような感じになってるんですけど、でこのカットとこの色のコントラストというかな、これがなかなかコーディネートした時にポイントになるんです。それでは早速巻いてみます。まずはベルベットのシルクのコンビナストーン、皆さんご存知のカットの巻き方ですね。ちょっとシルクの面が多くなりましたけど、これ巻くときにバランスを調整するとベルベットの面が出たりシルクの面が出たり、この辺の具合は鏡を見ながらやってみてください。今日はこの上にウェアジャケットですね、これジャンゴアトゥールのアナザーライン、これをちょっと羽織ってみますね。特徴的な、腕周りもそうですし、これカッティングもそうですし、アナザーラインの真骨頂みたいな感じですね。これボタンをこう止めてみたんですよ。こんな感じで着ていただいてもいいと思います。で次は、ウールとコットンコンビマフラーですね。でこちらも早速巻いていきます。一番簡単な方法ですね。2つに着て、ただこうくるっとやって通すだけ、ちょっとバランスをこんな感じですかね。では早速この上にジャケットを着てみます。これ11月に出たジャンゴのベイカーズジャケット、ロシアンワークの非対称な感じが特徴です。こういう立ち襟も具合もいいですよね。これ持ってらっしゃる方結構いらっしゃると思いますので、ぜひ試してみてください。ジャケットの色合いに合わせて、マフラーの色のバランスをちょっとだけ調整してみました。こんな感じがいいですかね。どうでしょう。こんな感じでジャケットの上から軽くくるっと巻いただけでも雰囲気ありますよ。こんな感じでもいいですね。いかがでしたか。また次回もお楽しみに。